誰もがそれを知っているは、2018年のスペインのサイコスリラー映画。イラン人映画作家のアスガル・ファルハーディ監督、脚本、ハビエル・バルデムとペネロペクルス主演。第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映された後、2018年9月14日にスペインで封切られた。アルゼンチンで家族と暮らすラウラは、 妹アナの結婚式に参加するために、10代の娘、イレーネと幼い息子、ディエゴを連れて、故郷であるスペインの小さな村に帰ってくる。老夫や姉夫婦、幼馴染みで元恋人のパコラとの再会を喜ぶ、ラウラだったが、結婚式後のパーティーの最中に、イレーネが誘拐される事件が起きる。イレーネの身を案じ、警察への通報を控えた家族とパコラは、独自に、 事件解決を図ろうとする。ところが、身の白金を要求するメールが、ラウラだけでなく、なぜかパコの妻部屋の元にも送られてくる。ラウラの義兄フェルナンドの知人で、元警官のホルヘのアドバイスを得ながら、ラウラとパコは、事件解決に向けて奔走するが、事件が、家族の事情をよく知る者による犯行とみられることから、家族をはじめとする関係者は互いに疑いを抱くようになり、 それぞれが隠していた本音や秘密が徐々に明るみに出てきてしまう。この映画はフランス、スペイン、イタリアが共同で制作し、カナル、ユーリマージュ、フランステレビジョン、シニー、エルアイカ、モビスターなどが出資した。主要撮影は2017年8月に開始した。ワールドプレミアは2018年5月8日に第71回、カンヌ国際映画祭に行われた。 その直後にフォーカス・フィーチャーズが複数の市場での配給系を獲得した。他に2018年9月8日にトロント国際映画祭でも上映された。スペインでは2018年9月14日、アメリカ合衆国では2019年2月8日に封切られた。第71回カンヌ国際映画祭でのキャストと監督レビューアグリゲーターウェブサイトのロッテントマトズによれば、 批評家の一致した見解は、誰もがそれを知っているわ、優れたキャストの努力にもかかわらず、各パーツの総話にはやや及ばず、脚本、監督のアスガルファルハーディにとっては残念な一歩となっている。であり、174件のレビューで、支持率は78%、平均点は6.86、10となった。メタクレティックでは十八件のレビューで、過重平均値は十八。 100となった。ありがとうございます。